いや、10日で1万人、あと9100人でしょ。9100人でしょ。だって、12、3倍ぐらいの量を集めなきゃいけないでしょ、ここから。ツイートはどうなってんの？ギルドショーか。あー、めっちゃ増えてる。イベント告知。はい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 。なるほどね。いや、でも予測スリップパワーがすごいでかくなってるから、ちょっとこれもまたあれだね、スキルをちょっと覚えていこう。まあ、スルーもそうだね。できるぐらいでいいかもしんないね。まあ、でもまず、スルーを使えるようにしとこう。で、とりあえずじゃあツイートするか。まあ、多分いける。あー、マックスリップは95だけど、まあ、一回、やってみるか。いや、大変だな、候補ギルド。はい。で、そうだね。いくぞ。え、あ、出た。読めてない。いや、でもな、いや、まあ、ブロッカーだった。オッケーオッケー。いやでも31ダメージでかいな。そういえばドラゴンの鱗ってゴブリンの歯と同じ成分なんですよ。そうなんだ。もうゴブリンの歯じゃ硬くね、めっちゃ。そうなんだ。知識マウント、まあ知識マウントもざいけど、そうなんだ。10人って結構多いって思うの俺だけ、少数、少ねえって言われたやつ、反対の今度多いっていうやつもいんのか。あれこれスルーパーセンテージないな。あ、成功率が見えなくなるとかあるんだ。なるほど。まあ、これはブロックかな。いや、でも、あえてここで分かんないけど、スルーしてみるっていうね。なんでや。なんでやね。あ、ドラゴンはドレイクと言い換えた方がより多くの種族に通じるけど、もしかしてそんなことも知らないんですか。JB。成仏。成仏3。略して JB。うるせえ。これもう一回スルーでちょっといけないかな。ここちょっとノーダメージ。いや、もう、マジで俺さ、俺 55% をずっと外してる気がする。ていうか、俺、スルー一回も成功してないじゃん。おお、待ってる、びっくりした。なんでこれ急に 3D の、急に 3D モブなの？屈強なとこ。走れ村の民よ。我々だけではこの魔物無能だれだれで止められん。すぐに帝国兵が到着する。それまでは逃げろ。逃げるのだ。おお。あー、おー、すげえ、でっけえネズミ。え、ネズミ？ネズミみたいな。なんかでもこの口の開き方って大体寄生虫の開き方だよね。すごいね。なんか、すごい、金星が取れてない体してるね、これ。うわー、来るな、来るな。ツイード。あ、これあれじゃないの？弟をかばった時のやつじゃないの？弟がかばった時のやつじゃない？ぐるる。いや、だ、死にたくない。誰か助けて。兄さん、そいつから離れるんだ、早く。ダメだ、足が震えて動けない。兄さん、ダメだ、クオート。こっちは危険だ。来るな、来ちゃダメだ。俺のことよりいい。逃げろ、クオート。兄さんから離れろ。ギャー。やった。やったよ、兄さん。これで大丈夫だよ。兄さん、早く一緒に逃げよう。あ、ありがとう、クオート。お前は本当にすご。あっさり。そんなあっさり。え？ウォーン、ああ、さっきの最初のうなり声のやつか、これ。ウォーン。ああ、うわあ。クオート、しっかりしろ。嘘だ、こんなこと。兄さん。はっはっは。いや、まあ、わかってる。なんか、妥当なんだけどさ、この、魔物とはいえさ、これちょっとさ、なんか、俺の頭がおかしいのかもしれないけど、ちょっとエロい。やべえな、俺が終わってんだ、これ。うわ、痛いよ。うわ、めっちゃオーバーキルしてんのか。やめろ。兄さん、逃げて。僕たちの、お手。あ、死んじゃった。うわぁ。俺のせいだ。俺が弱いせいで。ああ。いつもこういう夢見るって、なんか、えぐいってか、これだけでもなかなかメンタル削られる気するけど。はぁ、まさか。スキルポイントだけ上がった。ああ、一回ちょっとこれは安、いや、一回ちょっとスキルを、ちょっとスルー失敗した時のやっぱダメージちょっと減らしたいよね。あとは、ここら辺は、ああ、3カード生きり、あ、てかさ、そもそも20だから、あれか、いけないのか。じゃあ、一回修行するか。あ、でも 45%、これあれかな、失敗しちゃったりするのかな。いや、一回ここの修行やってみよう。あ、成功した。ちょっと一回失敗するのもちょっと見てみたいな。雷。あ、50% 超えると失敗。あ、なるほどね。はいはいはい。じゃあやめとく。そういうあれが出るんだったら、ちゃんとここは、
やっておきます。でまあ多分さっきの感じだときつそうだったから、今回はギルド紹介で上げていこう。一回まだねリベンジで、もうこれなんだかんだでこのギルド紹介2回失敗してんだよな。そういえばいい加減宣伝しつこい、フォロー外させてもらいました。うるせえってうるせえザカミエシスライムデッキの討伐をギルドに依頼、バベセウキバベ政権、そうか、この時そうなのか、なんかあんまりネタにしづらいな。多分この時はネタにできた話かもしれないけど、なんかこれはちょっとできなさそうだな。バベ政権が国を制定させている事実を改めて実感した。バベ政権の暴走からこの国を、なんかスリップもそうだし、なんかちょっと思想的なところで怖いところあるよね、これ。まあじゃあちょっとこれはスルー成功させたいから、ちょっとスルー成功した。おはよう。この世から魔物が減らない要因は勇者の怠慢。ギルドに対し金を支払う義務ギリ、支払う義理なし。反論ないなら私の形勝ちだが。うっせぇたった10人でどこ、ああ。違う。なんでドラゴンが、お前自分のこと言ってんのか、これ。ああ、それ失敗した。あ、でもダメージ減ったね。スライムが差別用語として使われている国があること知らないんですか？あなたは影響力のある方なんですが、気をつけてください。フォロワー、まだ、800人だから影響力ないと思うけど、そんな。あー、これきついな。ブロック 1.2 で言ってみるか。まあ、OKOK。討伐って、暴力的な言葉は控えてください。子供への悪影響とか考えないんですか？討伐、暴力的な言葉なの？なんか割となんか様式美というか、言葉的には綺麗な言い回しな暴力的な言葉だと思うけど、あんま暴力的な言葉だね。はい、なんでもないっすね。じゃあブロック。これはいけたかな。勇者なら当然無料でやってくれるんですよね。正義の名を借りて儲けようとしないでほしい。うわ、出た。無料でやらせるタイプのやつ。ブロック。よっしゃ、いけた。クソリプ耐えたぞ、俺は。おお、めっちゃ増えた。4800人。すごい、もう、中堅ツイッターじゃない、これ。中堅ではないか。いや、マジで中堅だな。4桁はもう中堅ですよ。属性中、OKOKOK。これはいいね。あと4300人。もう一回だから、やればいけるんじゃないかな。まあでもちょっと修行したいね。怠ってるな、今。よいしょっか。で、そしたら、あ、でもこれ、あ、いや、意味不体制か。オッケー。これにして、こうすれば割といい感じなんじゃないか。よし、頼むぜ、最後。告知。今年もやります。チャリティーバーベキュー企画。勇者が本気で肉を焼きますよ。ぜひご参加ください。利益の全額は魔物被害に遭われた方々へ寄付されます。生きてくれていきません。まあ、自由よね。で、スルー 30%。まあ、これは行くしかない。よっしゃ !30% でかいぞ、これは。絶対勇者より俺の方が肉焼くのうまい。下味の付き方とかどうせ知らないでしょ。いそう。ブロック。よしよし。まあでもダメージは少ないからね。千葉。俺甘い肉好きじゃないんだよね。若いのに変わってるってよく言われる好きあらば自分語り。まあこれスルーしかないから、まあどうにかスルーで。いってほしい。よし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 。オッケー。今回調子いいね。ねえ、早くリプ返して1時間以内にしないとフォロー外します。千花ちゃん。メンヘラかな？これはブロックで安全に行きたいね。よし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 。オッケーオッケー。食中毒が怖いのでいけません。だってゴブリンと戦う勇者って来たんですよ。勇者を侮辱したな、貴様。これはブロックだね。はい。侮辱じゃん。は、サボってんじゃねえぞ、勇者。魔物から逃げて食う肉はうまい。ほんとマジで、いくらでもクソリップ出てくんな。ブロック。その日予定あるので普通に行けないです。あ、そうですか。いちいちこんなこと報告してくるのも意味わからんよな。本当、よっしゃ、フォロワー1万人超えたぜ。14000人。もうこれは公式アカウントとして名乗っても全然問題ないでしょう。ぐわー、倒すべき宿敵どうしよう。つるツイートしてないタイミングで大声あげたの。どうしてツイート急にそんな大声。いや、そらびっくりするよな。リーダー、リプランが大変なことに横から失礼します系のクソリップが連鎖した。出た、負の連鎖ね。はいはいはい。なんだ、その、ドゥイッターとやらのことか。
おじさんには分からない。おじさんな、まあ確か、うん、急におじさん感増してきたね、ファボル。もうお前らよそでやってくれ、俺を巻き込むな。うわぁ、巻き込みリプ。少し話いいかな、若者よ。何でしょうか。ディズニーがハッシュが心配していたぞ。君がクソリップの地獄から帰ってこられなくなるのではと。いやー、うん、負の連鎖だね、これは。俺は大丈夫です。それに、この修行を超えられなければバズラスを倒すことなんてできるわけが。と、魔人バズラス、奴の一番恐ろしいところは何だと思うかね。え、それは奴の持つ悪夢を見せる魔術ですよね。なるほど。だがここで一つ疑問が残る。なぜバズラスはいい夢を見せず悪夢を見せるのか。あー、確かにね、悪夢を見せ、いい夢だったらね、隙ができて攻撃できるけど、なんで悪夢を見せるかってことだよね。なんでこの RPG だとこんな真面目に答えてんだ今。え、急に何言ってんですか。リーダーまで俺クソリップじゃない、クソリップじゃないよ、別にちゃんとした話じゃん。もうなんかネット廃人になりつつあるじゃん。自分を倒したという幻でもなければ、その場から逃げるまでもなく不意打ちをかけることだってできただろう。まあそうだね、そういうこともあるよね。だがバズラスはそうしなかった。なぜ、なんでって、単純だ。奴は人が苦しむ姿に憂鬱を覚えているんだ。奴の辞書に効率的なんて言葉はない。最も回りくどい方法を取る。君を、人間たちを苦しめるためだけに。故に魔人、私たち人間の宿敵だ。だから今君がそうやって苦しんでる姿も、それすらバズラスの手の内じゃないかと思えてしまってね。あー、それはないと思うけど、それはないような気がするけどな。めたいことを言うと、君が今している修行は本当にバズラスを討伐につながることなのか。ただ魔人の思惑通りに燃やされ苦しむ姿を周囲にさらされているだけではないのか。そう考えると、あのクソリポ送ってるやつらさ、バズラスの手下じゃないかっていう説出てくるよね。ちょっとその話正しかった場合は。ああ、そうですね、そうか、わかりました。あの男の恐ろしさが。リーダーだったら俺のやってることは間違ってないはずです。ツイード、世界を燃やしてそれを楽しむ存在はインターネットでも現実でも確かにいる。そんなやつらに俺は負けたくないです。そうか、だが無理はダメだぞ。繰り返すが、ディツやハッシュが君のことを心配していたからな。みんなは俺を、君はもう少し画面の中だけではなく、すぐそばにある世界も見つめなさい。これ画面を見つめている俺も言われてる気がする。なんか、こっちまで刺さってきてる。ネットは便利なものかもしれんが、のめり込みは他の素敵なものを見失うことになるぞ。それは間違いない。でもスキルポイントと体力上がるのはありがたい。目標達成だ！いいね。これ第何章、もう10万人いくの、もう最終目標3日だよ。10万人を獲得せよ。あー、そうか、早いね。あ、まあいいや、達成したから、じゃあ修行して、まあ一応ツイート見るよ。34,000キャンペーン企画、うわ、フォロワーへの企画プレゼント企画を実施する。なるほど、まあ、とりあえずじゃあ一旦メンタル修行から入ろう。ちょっといろいろ、ああ待って、なんか急に始まったな。イベント全開、また通知、クソリップ。もうなんかさ、嫌われてんじゃないの、候補。なんかそんなクソリップ来ると、もうなんかアンチが多すぎる気がするんだけど、ファンいないの。公式候補。負けるか、こんな奴らに。俺の投稿は何も間違っていない。こら、歩きスマホ危ねえぞ。ああハッシュよ、相棒。ファー姉ちゃん、エールもう一杯。やめ上がりだろ、ちょっとは自称しろや。なんか急に、あれだな、ネット関係なくなって、っていうかもう場所自体があんまネットがあるような環境の場所じゃないんだよな、そもそも。世界観っていうのか。硬いこと言うようになって。それにしても Twitter か、相当参ってるみてえだな。ああ、24時間、まるで監視されてるかのように、クソリップが飛んでくる。そんなことあるの？こんな風にな。苦労してんな。どれどれ、見せてみろ。ふむふむ、へえ。街の近くにスライムが大量発生中、注意よっていうツイートに、
町外れは無視なんて地方経営じゃないですかってくせに。まあ村とか立ってんのかな、その草原とかそういうところに。どうなんだろうね。うるせえ。普通にカード使ってる感じ。知らねえ。もう何急に、これ思ってた以上に参ってんな。くそ、負けるかこんなやつらに。屈してなるか俺は。俺がこんな辛い思いをしているのに、こいつらは自分のことしか考えてないリプを。まあ仕方ねえんじゃねえの。いやでもこのハッシュはなんかあれだよね、そういう考え方的にはあれだよね、まあそういう人もいるよねぐらいな感じで、こう流す的な、流す思考を持ってる人なのかな。何を言ってる、ハッシュ、お前まで俺にクソリップを。もう犯されてるよ、もういろいろインターネットに犯されてるべ。もしかしたらこのクソリップしたやつ、昨日家族をスライムに殺されたのかもしれねえじゃねえか。家族をスライムに殺されたんだったら、多分ね、こんなクソリップじゃない、もっとなんか使用というか、もっとね、強い語気のクソリップすると思うって言われて、クソリップそもそもしないと思うけど、直接言うと思うけど。それとこれとは別の話だろ、クソリップを肯定しようとでも。そうじゃなくてだな、クソリップをするやつがどんな思いして、どんな思いでしてきたかはわからない。ガチで魔物に誰か殺されたやつかもしんねえし、お前を困らせるだけのクソ野郎かもしれねえ。けどな、俺たちはどれだけ考えても考えた以上のことを知ることはできねえ。だがそれは相手も同じだ。クソリップをしてくるやつは誰もお前の本当の気持ちを知ろうとしないし、想像しようともしない。だからこんなクソみたいなリプなんてもんが生まれるんて。まあ、だろうね。嫌がらせだろうね。クソすぎる。これは事故だ。勝つとか負けるじゃねえ。全く知らない相手が全く知らない自分に喧嘩吹っかけてもそれ他人事だ。スルーすりゃいいんだよ。お互い知らないからすれ違う。ハッシュありがとう。少し気が楽に。おっと、例の言葉より。な、わかるだろ。ドラゴンステーキ。インスタ映えアクアカルパッチョのジュエルボックス。よし、来て。やっぱりお前さ、お前インスタやってんのかよ。まあ、でも確かにインスタハッシュタグとかあるよね。まったくお前は本当に。インスタ映え。難しいな、このスキル割り振り。どのタイミングで行こうかな。もう一回ぐらい修行して、てかあれだね。300超えてえな、メンタル。よし、300超えた。この修行。絵面がシュールすぎるんよな。一回でちょっとセーブして。じゃあ一回ツイートしてみるか。これはどうしようかな。クソリップは、まあ、140で一回3万で様子見てみるか。まあこれでどんだけ、どれぐらい耐えれるかだね。企業アカウントのくせに宣伝が雑、広報担当変えた方がいいよ。いや、一応ちゃんとした様式日のツイートしてると思うけどな、ツイート。わあ、これで42段目か。勇者ギルドがのんきにネットしてていいの。お役立ち情報立ててるでしょうがって感じだけどね。てか、魔物の情報とかいらんし、他にもっとやるべきことがあるんじゃない？何、プレゼント企画してほしいのか、お前。ブロック。安心と安全の言葉の違いについて理解しているのでしょうか。いるよね。ブロック。そういうのいいんで、さっさと魔人倒してよ。暇なの。全然ね、こっちの話、ツイート見てるせいで、ここのスキル全然見えてないんだよね、俺今。ずっと。まあでも、これ耐えれそうだね。今朝の凄惨なニュース見てないんですか？こんな状況で関係のないツイートしないでください。不謹慎です。ガルーダが言うな。うわ、これどれ取ってもダメだな。35% にかける。お、ああ、80ダメージかっちった。マジか。もう一回来て、同じツイート。もうこれはブロックかな。よっしゃ。耐えた。おお、めっちゃ増えた。5万人突破だよ。ありがとうございます。体力ガンガン上げよう。よし。まあ、スペシャルっていうか、スキルも回復するしね。はい、第3章、残り1日ということで、ま、これも一回セーブするか。まあ、これかな。よし。ちょっともう一回だけセーブして、じゃあこれでいこう。じゃあ最後だから、キャンペーン企画いきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、皆さんにフォロワーへのプレゼント企画ですね。このアカウント、リツイートフォロー。その中から抽選で1名に、プレゼントという形でやっていきたいと思います。闘牛では5分相当罰1万
1000か、1000を達成しました。これを記念して抽選で1000名様に、魔導石などが当たる素敵なプレゼントキャンペーンを実施いたします。魔導石1000個もいらねえ、じゃあやるなじゃあ来るな。で、一旦ちょっとじゃあこれブロックで様子見ようか。いやでも66ダメか、これうわきついな。ゴブリン切った剣はちゃんと殺菌を用意した。まああのご時世だよね、ある種。これは30パーにかけるしかない。おいった、よし、ナイス、スルー成功。体質的に魔導石を扱えない人とかどうすれば、随分と差別的なキャンペーンですね。じゃあ応募すんな。うわ、めっちゃ食らってる。そんなキャンペーンやってる暇あったら働け。勇者が Twitter 中毒かよ。Twitter 中毒、今後、まあ、あながち間違ってはない。うわ、65ダメ。うわ、でっかいな。うんこブリブリボスゴブリ。特製アホ。ちょっと面白い。クソリップだけど、ほんとしょうもないのに笑っちゃった。いやー、これ30杯いけるかな。いってくれ。お、ナイス。あと2回。魔導石一度も触ったことないやつ、俺以外におる。いや、待って、またするじゃん。もう。いけ。うわー、オーバーキル。あー、最悪。まあ、きついよね。これは失敗したパターンだな。半分しかいなかった。そうか、ここまでいく。いや、でも5万集めただけでもすごいけどね。いや、あ、ロードしよう。ちょっとリベンジだね。まあでもね、運ゲーだよね、このあれは。ゴブリンを戦隊倒した証拠は提示しなきゃ誰も信じませんよ。まあそうだね。うわー、きついな。する。よし、すげえ、半分くらい。ゴブリンなんて誰でも倒せますからね。戦闘罰したところでなんなん？レベル低いはしょうもないギルド。うるせえわ。いや、めっちゃダメージ食らうね、これ。そんなにゴブリン殺しちゃったらさすがに自然界の生態系が崩れるのでは？平和のために戦う勇者は皮肉なものなんです。いるよね、アギア一人。うわぁ、こんだけやってもダメージこれか。DM 無視しないでくれますか？来月まで窓席がないと困るんです。早く当選メール DM 送ってください。うるせえ！いや、もうきちい。まあそうね、チャリティってな、チャリティって何ですか？言葉の意味がわからないので説明不十分だと思います。うるせえ。ああ、失敗した。まあ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 、まだ。俺、あんまり肉好きじゃないんだよね。農家さんだからね。若い頃に終わってて、出た自分語りする。ギョギョギョ。ギョギョギョだけど、こっちジョになってる。食中毒が怖いので行きませんね。出た出た。まあまあ、でもこれはいけそうだね。肉が食べられない人のこと考えてないの？英雄気取りのレイシスト集団めぐ。やかましいわ。これはブロックかな。いや、でもこれでも50ダメージ食らうのか。絶対勇者より俺の方が肉焼くの前に出た。寿司マン。寿司焼く、寿司のくせに肉。あ、でも最近寿司でも肉焼く系のやつあるよねって、うるせえわ。すげえ、お、すげえ、20% で勝った。ちゃんとトング使って肉焼け。間違っても何も触った手で箸使うな。勇者ってそういうところ大雑把ない。お前は俺の何を知ってんだ。いやー、これラスト。これは安全にじゃあブロックするか。よしよしよし、オッケー。さあ、残りはこれで5万超えるか。おっ、いった。58,500。ナイス。プレゼント企画使わずともいけたわ。リーダー、ついに魔人バズラスの潜伏先が判明しました。何？本当か？ツイードさんにかけられた幻影魔術の痕跡が道しるべとなり、奴の居場所を示したのです。魔人バズラスは今、西の海岸付近にいます。そうか、よかった。デンルダ、周囲の各組織に、はい、相場を飛ばせ。この時を見過ごすつもりはない。すぐに決戦。なんだ？え、もう来たの？もう申し上げます。町のあらゆるところに魔物が出現、人々を襲い始めています。なんだと？クイク。我が魔力を創作魔法で追い続けたのが運の月。魔力の回路に召喚術を連携させた。さあ、我がしもべども、人間たちを炎上させろ。もう炎上させろってなんかあれだね。ツイッターの方でもえぐいよね。どっちにしてもえぐいよね。ああ、わかったわかった。え、まだ、いや、続くのかな、これ。ちょ、10万人を超えたけど。目標達成だ！やっと。じゃあまだこれは続くのか？あれ、空き容量不足のためにセーブできないって。あ、最終決戦。あ、マジで。じゃあちょっと上書きするか。え、てか、俺ってこのゲームにさ、俺プレイ時間2時間半かかってんの。